ありがとうございます。私は神宮寺隆法でございます。鹿児島県霧島市の高千穂の峰の近くの法華経寺住職神宮寺隆法でございます。私、神宮寺隆法は50年近い時間の中で5000組以上のカップルの復縁を実現してまいりました。私は眞子さまと小室圭さんの結婚について、実はある方から舵祈祷をしてほしいということの要請を受けた立場でございます。私は皆様方に申し上げるんですが、結婚というのは人生最高の修行です。結婚式の時におめでとうございます。これから幸せになってくださいという言葉がありますが、あれは嘘なんですよ、皆さん。結婚したら大変な苦労が待っているんです。忍耐の生活が待っているんです。自分の自我を抑える生活をしなければならないんです。結婚生活は決して不幸ではありません。不幸ではありませんが、人間として己の人間性を磨く人生最高の修行の場であるかもしれません。そこで、本日私がこの YouTube でお話ししたいことは、私は自殺者供養をしております。全国から自殺者の追善供養、自殺者の成仏を願う祈願をしてほしいとの要請を受けております。皆様ね、自殺者が一人出ると、その家系の中に必ずまた自殺者が出るんですよ。その一番いい例が、太宰治です。太宰治の家系は、自殺者が非常に多いんです。自殺例は、この世の中に、この現世に漂っています。浮かばれていないんですよ。神田沙也加さんがなぜ死んだのか。それは、彼女の心の中に、自殺した人の霊の悪霊が取り付いたんです。ですから、瞬間的に自殺をしようという気持ちになります。そこで、私が心配しているのは、小室圭さんが自殺をしてはならないと私は考えております。とても心配しているんです。なぜかというと、眞子さまは非常に
賢い方ですが、ご自分の意見を曲げない人です。小室圭さんの言うことなんか聞きません。自分の思っていること、自分の願望をそのまま通すのが眞子さまです。その重圧に小室圭さんが負けてしまって、私は小室圭さんが自ら命を絶つようなことがあってはならないと非常に心配しております。全国の皆様方からたくさんのメールをいただきますが、小室圭さんのことを心配しているメールも確かにあります。私は小室圭さんを責める気持ちはありませんが、今私が一番心配しているのは、小室圭さんに生きていてほしいんです。それが神宮寺隆法の小室圭さんへのメッセージでございます。死んではいけないんです。自殺してはいけないんです。小室圭さん、生きてくださいよ。神宮寺隆法は、あなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。